ドン。Hey guys, my name is わさもんな人みんちは改めまして推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクターわさもんです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。さあ今回見ていくのはダンスダンスダンスール第5話、死ねねえだろです。死ねねえだろっつうのは何だろうな、役のことなんかな。白鳥の湖っていうかやるあれ知らないんだけどさ、はい、まあまず、前回のおさらい第4話ですね。自由になったね、自由になったよ順平が。これでもこれでね、もう学校で別にジー君どうかとか別に言わなくていいから、これからはバレエにね集中できるっていうのと、あとなんだっけ、ロシアがバレエすごいところっていうので、なんかそこのなんだっけ、ダンスノーブルっていうその王子をやるにふさわしいぐらいバレエが上手な人になるっていうふうには言ってました。で先生も、あの私もそんなエストラごとを思っちまったんだよみたいなことは言ってましたね。で、養分祭りまでまあ時間がない中、ずっとバーレッスンをやっておりますが、どうなるんでしょうかねっていう感じで、早速第5話見ていきたいと思います。もしこの動画が良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。ディズニープラスな、マジで。あの前回ねエンディングの途中ぐらいからかな、エンディングが割と始まってすぐこの画面の右下で固まっちゃって、カチカチしてたらなんか時間がうんっていう感じになっちゃったから、そういう風になっても、もう触らずに行こうかなと思っております。はい、それでは、なんだっけこれ、ディズニープラスで再生していきます。3、2、1、スタート。ここのシーンめっちゃいいよな、俺は好き、めちゃくちゃいいよな。この目よ、この目よ、ガチよ、めっちゃいい目になったの純平が。いやだってさ、まあバレエやってたっちゃやってたよちっちゃい頃に。でもそっからさ、周りの男の子たちがさ、あ女みてえとかさ、男のくせにとか言うじゃん。でそれでまあお父さんからもね、男らしくジークンドーっていうことでやってたけどさ、それがもうやっとあのルオーのバレエを見て、俺もこんな風になりてえっていうかね、今さっき言ってたみたいな感じになって、もう他の子たちの前で実は俺バレエやってんだって言って、でそれからもう学校で堂々と
踊ることができる、バレエをすることができるっていう環境になってさ、ってなってきたらもうルオーに対してさ、あのお前からはノザルって言われたけどっていう、あれめっちゃいいよな。俺の心を動かしたんだって本人に面と向かってちゃんと言った純平かっこよすぎん。すげえもん。本編開始。第5幕。死ねねえだろ。そんな話なんか。はあ。うわ、でも死んで結ばれるんだ。やだな。いろんな。何。荒野がでけえ。あ、リハ中か、よかった。リハ中だよ。まあ、まだよかったわ。もう当日？ん？こんないっぱいいんだ、白鳥の湖。リハだ。かっこよ。え？戦う。なんだ。キャラ作り。そういうことね。来そうだな。
かっこいいな。順平もちゃんと髪間に合ってよかったね。でも伸びたやん、ちゃんと。メイクか。あら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 。らしさ。そうで言わせんねよ。あら。やばい、やばいぞ。綺麗、王子様。あら、いいわね。あら、なんで冷やかしか。そうじゃん、合宿とかぶってんだった。お静かにお願いします。かっこいい。お静かにお願いします。え、順平できてね、うまくね。
へえ。いや、ルオーとは比べんなよ。でもやっぱこの登場だとそうなるか。うん。これか。なんかよく見るやつはこれか。やべえ、まんまじゃん。マジ。ダメだな、これは。高まってんな。綺麗だけどな、かっこいいよ。わ、バチバチ。みんなワクワクしてない？なんか。うん。オーデットから都になって、えっ、おい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 、大丈夫かよ。おい、どうする。おい、すげえ、即興でしょ。もうアドリブよ、こっから。死なない。
うわ、すげえ。うわあ、すげえ。これ、ルオーすげえわ。はあ！うわ。全員死ぬ、全員死ぬやつ。え？全員飲まれたやん、一気に。いやー、これは圧倒よ。これすげえわ。これすげえなー、マジで。恥。誰誰誰誰誰。及川彩子。今右下の方にちゃんと画面はある。これすごっ。ルオー、いや順平もすごかった、順平もすごかったけど、ルオーすごくね。すごかったな。マジで圧巻っていう言葉、こういう時のためにあるんだろう。すごかったな、マジで。
いや、あ、やっぱすごかったな。次回予告。何どうした、なんか不穏な次回予告じゃん。俺なんでバレエやってんだって。えぐくね。だってもともとと違うことやっちゃってんだよ。本当は死なないといけないのに。死ねねえだろって、すげえな。でもあのルオーのさ、こううわーってなった、あれを感じたからにはね、もうルオーすっごくね、えぐすごかったっす。面白かった。もしこの動画面白かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、ダンスダンスダンスする第5話、死ねねえだろでした。ありがとうございました。ならね。